はい、どうもウェイクボード TV さんでございます。今年も、ヤーマンズカップを開催しますということで、ヤーマンズカップ、ありがとうございます。ということで、今年はヤーマンズカップの日にちをまず言いたいと思います。日にちがじゃん、9月1日3日1日と3日の2日間開催します。はい、そして今年も、反リアル大会ということで、まず、ルールを説明したいと思います。ウェイクボード4クラス、そしてウェイクサーフィン1クラスという形で行っていきたいと思います。でウェイクボード4クラス、ルーキークラスがビギナークラス、そして、七部会クラスがミドルクラス、そして四高クラスがオープンクラス、そして最後が海賊王クラスエキスパートという形になります。ルールはルーキークラスはビギナーで、スラロームワンウェイクジャンプまで、七部会クラスミドルクラスはツーウェイクジャンプグラブ180まで、そして4校クラスがベーシックインバート360、ベーシックエアトリック2個までのクラス、そして最後海賊王クラスがエキスパートでフリークラスとなります。そしてウェイクサーフィンは、全てフリー、サーフスタイル、オーシャン、スキーム全部ミックスで行っていきたいと思います。ルールは1日、3日、どちらかの日にちを選んでいただいて、1往復のライドになります。でポールは何回転んでも構いません。このワンパスが30秒から40秒の間ぐらいで設定しています。その間の1、30秒から40秒のワンパス、ツーパス制になります。そしてこのチャンネルで結果報告をするといった流れとなっております。なので9月1日3日の2日間になりますので、8月から募集を開始したいと思います。ぜひ参加希望の方はヤーマン坂本屋へお問い合わせください。以上、ウェイクボード TV さん、リュウジからのお知らせでした。参加お待ちしております。